吉田さん、7040とか8050問題って本当深刻ですよね。私たちロスジェネ世代をストライクしている問題で、日本の不況ってのは全てこのロスジェネ世代に対して何の対策も打ってなかったことが尾を引いてるんじゃないかなと思います。現在ではですね、全ての世代がロスジェネと言ってもいいぐらいの本当に困った国になってしまいました。その中でね、私たち吉田さんもそうですけども、やった後の保証はしてくれるのかっていう、そういったご不安から来るね、当然の疑問っていうのはあると思いますけども、私はね、サポートをする責任を取りますよ。そこはもう保証します。サポートはずっとやります。実際にサポートをしなかったことがありません。しかも早いし細かいです。ただね、あなたは実行する保証はするんですかってことですよね。素晴らしいコンテンツを提供しても、それを右から左に流していってしまったんでは、それは結果出ないですよ。だから、本気でやる保証をしてくださいよ、あなたは。ってことですよね、吉田さん。本気でやったら、結果出ますよ、それは。だってみんな本気でやらないもん。明らかじゃないですか。ちょっとやってめんどくさいからやめるとか、今度の時間があった時にやるとかね、そんな生半可な気持ちで金持ちになりたいとか言ってるわけですから、本当に笑わせるなって話ですよね。はい、じゃあ今日はこんなところでございます。お疲れ様です。